で串本町の遊郭で一番人気の遊女おゆきを演じられました夏川由依さんです。遊郭で働く遊女おゆきをやらせていただきました夏川由依です。私自身、ちょっとお恥ずかしい話ですが、この和歌山で起こった事件のことを、この映画の話が来るまで知りませんでした。それで今回こういう映画があって、私のように知らない方が実は日本にはたくさんいらっしゃると思います。そういう方にもぜひ知っていただいて、日本とトルコの友好というか、この人間愛っていう、人種関係なく、国やもう何も関係なく人が人を助けるということがどんなに大事であるかということを、この映画で、感じていただけたらいいなと思っております。ありがとうございました。どうもありがとうございました。続きまして、愛する妻と6人の子供とともに戦火のイランに取り残された技術者木村を演じられました宅間孝之さんです。どうも宅間です。6人の子持ちじゃなくて6歳の、失礼いたしました、はい、6歳の子供です、はい、そんなに子だくさんじゃない申し訳ございません、すみません、はい、僕はトルコパートだったんですけど6人1890年の、日本のお話とは、打って変わりまして1985年の、イラン・イラク戦争に、まつわるイランにのテヘランに取り残された、日本人ということで、撮影はトルコで行ったんですけれども、トルコパートということでトルコに行ってまいりまして、日本で撮影している時に、実は渦政でやってる時に僕別の、撮影で行ってて、すごい大変そうな現場だなと思ってたんですけれども、その後お声掛けをいただいてトルコに行ってきたんですが、けれどもトルコもものすごく大変だったんですけれども、とにかくエキストラの方がものすごいたくさん、来ていただいて、それはもうトルコの方々もそうですし、在留の日本人の方々もそうですけれども、とにかく規模が、スケールがとても大きくて、戦闘シーン、戦闘というんですか、戦争のシーンもものすごい現場で迫力で、もう僕としてはもう本当にその現場に身を委ねているだけで、良かったというか、すごい迫力になっていると思います。で、本がこれ史実を元にしている作品ですけれども、本が本当にすごく面白くて、エンターテインメントという部分でもご覧いただける作品になっていると、また僕は完成を見てないんですけれども、なっていると思うので、そこら辺も単なる史実映画というよりかは、きちんとしたエンターテインメントとしてご覧いただけるような作品になっていると思いますので、皆さんそこら辺もよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたしました。続きまして、戦火のイランから日本人を脱出させるために奔走する駐テヘラン日本大使館大使野村を演じられました長嶋俊之さん、お願いいたします。今日はどうもありがとうございます。お天気の悪い中お越しいただきましてありがとうございます。長嶋です。私はテヘランの日本大使館の野村大使、実在の、方を演じさせてもらいました。実際、イスタンブールで、テヘランのシーンを撮影したんですけども、ほとんどトルコのエキストラの方、役者さん以外のエキストラの方が5、600人参加していただきまして、で非常にその方たちが思い入れが強いんですね。非常に芝居が思い入れをして芝居をしてくれる、皆さんほとんどがエルトゥール号の、お話を知っていて、そしてまた在イスタンブールの日本人の方たちにお話を聞くと、とてもトルコの方たちというのは義理人情に熱い、とても、僕ら日本人の心情によく似ているということをお話を聞きました。撮影してて本当にその
何時間も、何日も、群衆のシーンを撮るんですけども、そこに本当に集中を切らさず、皆さんが演じてくださった。そしてまた、在イスタンブールの、日本人の方々、この方たちがもう、まあ、商社であるとか大使館の方であるとか、車の会社の方とか、皆さんそうそうたる会社の方たちも、休日を取ってこの映画のために駆けつけてくださった。そういう意味では皆さんの一人一人の思いが、強い思いがこの映画に詰まって、撮影ができたと思っております。なかなかあの国と国を動かすことは大変ですけども、この映画で非常に思ったのは、一人一人の両親が、集まっていけば何かを変えられていけるということを、この映画に出演させていただいて、感じることができました。今日はありがとうございます。ありがとうございました。それでは最後に、両国の架け橋となる本作のメガホンを取った監督、田中光俊監督、ご挨拶をお願いいたします。今日はどうもお忙しい中ありがとうございます。メガホンを取りました田中です。まずはトルコの国とトルコの、国民の皆さんにお礼が言いたいです。ありがとうございます。そして、日本とトルコでこうやって一本の作品を撮れたこと、その完成に向かって、およそ6ヶ月延べ1万人の、エキストラの方々に出ていただき、映画を完成することができました。それは日本とトルコと一緒に両国が友情という、一つの絆でつながったからこそ、できた作品だというふうに信じています。今まさしく、僕自身は編集の真っ最中ではありますが、一つ一つワンカットワンカットから出てくるその迫力に、僕自身も一つ何か手応えを感じています。きっと皆さんの心に届く作品になることを信じて、皆さんのところへ12月5日にお届けしたいというふうに思っていますので、ぜひとも、この作品、12月5日公開に向けて、皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。